海外の反応、ナンバーアンダーライン愛、INZM、MV が世界中で話題沸騰中。地球アメリカ大陸スパーク驚きのコメントも。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんは、いつもファンを大切にし、その支持を心から感謝しています。ナンバーアンダーライン愛の最新ミュージックビデオ、INZM が公開から2週間で3000万回再生を達成したニュースは、 ファンの皆様にとって大きな喜びと誇りでしょう。この快挙は、ただの数字以上のものであり、ナンバーアンダーライン愛のメンバー、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんにとっても、特別な意味を持つ瞬間です。そして、その背後には、ファンの皆様からの絶え間ないサポートと愛があります。彼らが感謝の気持ちをファンに伝えたいと思うのも当然のことです。平野翔さん、岸優太さん、 神宮寺勇太さんはいつもファンを大切にし、その支持を心から感謝しています。彼らは音楽を通じて、ファンとのつながりを深め、共有する喜びを何よりも大切にしているのです。INZM の成功は、ファンの皆様が日々見守り、応援してくれるおかげであり、彼ら自身もその事実を十分に認識しています。彼らの感謝の言葉には、ファンへの深い敬意と愛情が込められています。 このミュージックビデオは、単に視覚的な美しさだけでなく、ストーリー性やメッセージ性を持ち、多くの視聴者の心を捉えています。それは、アットマーク・モンジョエ・アンダーラインさん、アットマーク・シュン・アンダーライン・バスマンさん、アットマーク・ピコリ・アンダーライン・オホーさんをはじめとするクリエイターたちの才能と情熱が結集したものであり、ナンバー・アンダーライン・アのメンバー全員が最高のパフォーマンスを発揮した結果です。 彼らのエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスは、視聴者に新しい感動を届け、音楽の新しい魅力を見せつけています。INZM がこれほどの人気を集めた理由の一つには、その映像の魅力とともに、ナンバーアンダーライン愛の音楽的な進化があります。彼らは常に新しいスタイルと音楽の可能性を探求し続け、ファンに対して予想外の驚きを提供することを大切にしています。例えば、 INZM のビジュアルは、未来的でありながらもノスタルジックな要素を取り入れており、多くの視聴者がその独特な世界観に魅了されました。このような大胆なアプローチこそが、ナンバーアンダーライン愛が他のアーティストと一線を画する理由です。さらに、この達成は、彼らがただのパフォーマーではなく、真のアーティストとして認められている証拠でもあります。彼らの音楽は、ただ耳に心地よいだけでなく、 メッセージ性やストーリーテリングの力を持っています。これにより、ファンは彼らの楽曲をただのエンターテインメントとしてではなく、人生の一部として受け入れています。INZM の3000万回再生という数字は、彼らの音楽がどれほど多くの人々に響き、影響を与えているかを物語っています。もちろん、この成功の裏には、ファンの皆様の絶え間ない応援がありました。 彼らが自分たちの音楽を世に広めるために尽力し続けるのは、ファンの皆様の声援と支えがあるからこそです。ファンが SNS でシェアしたり、コメントを寄せたりするたびに、その影響力が広がり、新しいリスナーに届いています。そしてその一つ一つの行動が、今回の INZM3000 万回再生の達成につながったのです。このような快挙を成し遂げたナンバーアンダーライン愛ですが、 彼らの挑戦はまだ始まったばかりです。彼らの音楽的な進化と創造性は、これからも新しいファン層を開拓し続け、さらに多くの人々の心を動かすことでしょう。そして、それはまた新たな成功への一歩であり、彼らの未来がますます楽しみになります。n o ーアンダーライン愛は今後も進化し続け、さらに多くの素晴らしい音楽を届けてくれることを私たちは期待しています。 彼らの感謝の気持ちがどれほど深いものであるかは、ファンの皆様が日々送る応援の声によって証明されています。彼らはファンと共に歩み、共に成長することを願っています。そのため、彼らの音楽は単なるヒット曲にとどまらず、ファンとの絆を深める重要なツールとなっています。ナンバーアンダーライン愛は、その成功を共に喜び、祝うことができる全てのファンに対して、心から感謝の意を表しています。 そして、INZM のミュージックビデオが世界中の人々に届き、さらなる共感と支持を集めることを願っています。今回の3000万回再生という偉業は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれまでに培ってきた努力と、ファンの皆様が彼らに寄せる信頼と愛情の証です。この成功を祝うために、ファンはこれからも彼らの音楽を聴き続け、新たなチャレンジに向けて応援し続けるでしょう。そして、 ナンバー・アンダーライン・アイはその期待に依頼、さらなる飛躍を目指していくことでしょう。ファンの皆様の支えがなければ、このような素晴らしい成果を達成することはできませんでした。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けるよう、そしてファンと共に新たな冒険を続けていくことを願っています。ナンバー・アンダーライン・アイの今後の活躍に、どうぞご期待ください。また、ナンバー・アンダーライン・アイの進化は、 音楽シーンにおける多様性を体現しています。彼らは伝統的なアイドルの枠にとどまらず、常に新しい音楽スタイルやパフォーマンスの方法を模索し、独自の道を切り開いています。彼らの作品には、ポップからヒップホップ、ロックまで、さまざまなジャンルの要素が取り入れられており、それが彼らの音楽をより深く、豊かなものにしているのです。INZM のミュージックビデオもその一例であり、 視覚的な美しさとともに、彼らの音楽的な多様性と想像力を示しています。このようなアプローチは、ただの流行を追いかけるのではなく、自分たちの表現を磨き上げるための挑戦でもあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが個性的なキャラクターと才能を持ち、その組み合わせが彼らの独特なスタイルを作り出しています。平野翔さんのエネルギッシュでカリスマ性あふれるパフォーマンス、 キシユタさんの紳士で情熱的な歌声、神宮寺ー太ユタさんの繊細で表現力豊かなダンス。これら全てが組み合わさり、INZM のような作品が生まれているのです。さらに、彼らの成功は、単なる個々の才能だけでなく、チームワークの結果でもあります。ナンバーアンダーラインアイは、音楽制作チームや振付師、スタイリスト、映像クリエイターなど、多くのプロフェッショナルたちと協力しながら、 最高の作品を作り上げています。彼らは常にオープンな姿勢で新しいアイデアを受け入れ、より良いものを作るために努力を惜しみません。このような姿勢が、彼らの音楽やパフォーマンスに独自の色を加え、ファンからの絶大な支持を受けている理由の一つです。また、INZM のミュージックビデオが達成した3000万回再生という記録は、グローバルな視聴者にも訴えかけている証拠です。彼らの音楽は、 日本国内だけでなく、海外のリスナーにも広がり始めています。これまでに多くのファンが SNS を通じて彼らの音楽を共有し、言語や文化の壁を越えて、音楽を通じてつながり合っています。ナンバーアンダーラインアイの音楽には、国境を越える普遍的な魅力とメッセージが詰まっており、それが多くの人々に受け入れられる理由です。このようなグローバルな成功は、ナンバーア,ンダーライ,ンアイが今後どのように成長し、 どのような新しい音楽を生み出すかという期待を一層高めています。彼らは既存の枠にとらわれず、常に新しい挑戦を続けていくでしょう。そして、その過程でファンの皆様と共に歩み、共に新しい地平を切り開いていくことを目指しています。この新たな挑戦の一歩一歩が、彼らの音楽の進化とファンとの絆をさらに強固なものにしていくのです。そして何よりも、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが何より大切にしているのは、ファンの皆様とのコミュニケーションです。彼らはファンミーティングや SNS を通じて、常にファンの声に耳を傾け、感謝の気持ちを直接伝えています。彼らにとって、ファンとのつながりは、単なるアーティストとファンという関係を超えたものであり、家族のような存在です。この絆が、彼らの音楽活動の原動力であり、未来への希望でもあります。 この先、どのような未来が待っているのかは誰にもわかりませんが、一つ確かなことがあります。それは、ナンバーアンダーライン愛の音楽がこれからも多くの人々の心に響き続けるということです。彼らの音楽は、単なるトレンドや一時的な人気を超えた普遍的な価値を持っています。それは、彼らが常に真摯に音楽に向き合い、ファンの皆様への感謝を忘れないからこそです。 これからも彼らの活動がどのように進化していくのか、そしてどのように新しい時代の音楽シーンをリードしていくのか、目が離せません。最後に、彼らのミュージックビデオ、INZM の3000万回再生達成を祝うとともに、ファンの皆様への深い感謝の気持ちを再度お伝えしたいと思います。これからもナンバーアンダーライン愛の成長を見守り、共に新しい冒険を楽しんでいきましょう。 彼らの音楽がもっと多くの人々に届き、さらなる感動とインスピレーションを与えることを願っています。そして、彼らと一緒に歩む未来が、より素晴らしいものになることを期待しています。